ブンブンハロー YouTube、どうもマリキンです。坊主は正金なんだよな。今日は YouTuber 誰もが神として崇める YouTube 界のゼウス、ヒカキンのラーメン、味噌菌を作っていくぜー。ヒカキン様、だろ、二度と YouTube 閲覧できなくするぞ。許してください、何でもしますから。え、今回の動画味噌菌作るんですか？そうだけど。味噌菌って、要はカップラーメンですよね。カップラーメンだが、ヤンキーみたいな当て字やめろ。その動画、お湯入れるだけで終わりません。ああ、尺が心配なのか。だったらノーカットでお届けすればいいだろ。心配なのは尺じゃなくてマリサさんの頭です。まあとりあえず作ってから考えよう。ひほう、当たりの猫金様がいない。マジかよ、このチャンネルは見放されたか。そもそも紙の四角にあるよ。ヒカキン様にツイッターフォローされてないし、当たり前か。そりゃフォローされんだろ。せっかくおもしもヒカキン様仕様にしたのに、なんでこんなのあるんだよ。わーい、できたー。食べていい？いいぞ、レビューよろしくな。ふ、味の忖度なしのガチレビューするぜ。いただきまーす。うまままま。お、やっぱ美味しいんだ。うん、僕味噌ラーメン多分初めて食べたんだけど、こんな味なんだ、美味しいね。え？お前、味噌ラーメン食べたことないの？そうだけど。なんで？なんでって、ラーメンって基本は醤油塩から始まるじゃん。まあそうだな。で、その後家の近くのラーメン屋に行くじゃん。うん。学生時代の食堂のラーメンって基本醤油じゃん。うん。今の家の近所に味噌ラーメン屋ないじゃん。じゃあ味噌ラーメン食べる機会なくね。味噌菌レビュー前代未聞、味噌ラーメンを食べたことないという感想。なんかご飯入れたらうまそうだと思った。マリサさん、このままじゃ動画終わっちゃいますけど。味噌菌のレビューするだけじゃ動画として成り立たない。あ、やっぱ自覚あったんですね。それを踏まえた上の対策で、アレンジメニューを2つ作るぞ。まずはチャーハンから。チャーハンは昔作ったやつと一緒だね。味噌菌を使用した場合、どんな味になるか気になるところ。一定以上の美味しさにはなりそうですけどね。でもう一つの方がクセモノなんだが、カップ麺でピザもどきを作るぞ。マリサ、美味しいものと美味しいものを合わせても美味しくならないこともあるんだよ。食材も人間も組み合わせが大事なんだよ。お前らまさかピザの上に味噌菌を鎮座させると思ってる？お好み焼きかな？もどきだから、麺をピザ生地みたいにして作るんだぜ。へぇ、これなら炭水化物の暴力を避けられますね。小麦粉、卵がコラボ動画のゲスト。いいコラボ動画になってくれよな。そいつらキティちゃんくらい誰とでもコラボしてますよ。混ぜ終わったらピザらしく、あとは乗っけて焼くだけだ。チーズを乗っけて、少々の間動画を非公開に。よいしょっと。おお、いい色。てかチーズを裏面にして焼くんですね。それは完全にこちらのミスなんだぜ。は？は？下のチーズは見なかったことにして、上にチーズ、ベーコン、水に溶かした味噌菌の粉で加工して、コーンを乗せたら、焼き上がるまで動画非公開。味の予想が全くつかないけど、ヒカキン様パワーで美味しくなるといいな。そんじゃ、チャーハンの方も作っていくぜ。普段使ってないフライパン。もしやこれ、中華鍋だったりする？正解、さすがに前の動画と全く同じは味気ないと思ったから、調理器具をガチ仕様にしてみた。これで視聴者さんも新たな一面が見れて満足していただけることだろう。ぶっちゃけ調理器具変わったくらいじゃ画質ちょっと良くなった程度の変化じゃね？ iPhone もちょっと変わったくらいですぐ新型っていうし、これも新型扱いさせてくれよ。どうよ、味噌菌アレンジレシピ。チャーハンの方はうまそうだけどピザの方がマジで未知数すぎる。とりまチャーハンの日々がこれ以上広がらないうちに食べたいな。これ、僕たちとヒカキン様の心の味噌菌を表してるんだよね。ふなっしーのこれ思い出した。やめろやめろ。そんじゃ、いただきまーす。うますぎなんだぜー。やっぱりカップ麺で作るチャーハンは味がかなりうまい。シンプルイズベスト。この言葉の擬人化みてぇな料理だな。チャーハン、勝手に人にされてしまう。やっぱ味噌菌なんでほのかに味噌ラーメンの味がするんですかね。いや、普通の日清のカップラーメンで作った時とほぼ一緒な気がする。そんなことあってたまるか。確かに、味も前の動画と同じという再放送具合。まあ問題はこっちこっち。味噌菌ピザ、どんな味になってるかな。ワクワク、いただきまーす。待て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 、エンディング流して強制終了とか無理だから。白状します。こっちのピザの方は美味しくないんでみんな味噌菌は普通に食べるかチャーハンにしてね。再販前のいい教訓だね。そもそも普通の人は味噌菌をアレンジしたりしないんだよ。